ここの引き出しを作る前にここの棚が届いたので、ちょっと先にこっちを組み立てます。よし、今回のこのフレーム、アイアンフレームもこれとこの2つと同じテコラボさんにお願いしました。でこれはですね、サイズ的にもう階段を上がってこれないので、ちょっと無理をお願いしてですね、分解できるようにと、あとついでに高さを、棚の高さを調整できるようにしてもらいました。で高さ調整、5センチ刻みぐらいだと思うんですけど、であとはここの金具にそれぞれの天板をくっつけて組み立てていきます。アルファベットが振ってある。 FF なので多分これですね。すごいね、ちゃんとボルトまでペイントしてくれてある。なかなかいい感じですね。では中のフレームを入れていきます。でテコラボさんがですね、タオルハンガーを試作したからぜひ使ってみてくださいって言って、タオルハンガーをねくれたんですよ。僕ちょうどここにタオルハンガーつけようかと思ってて、ここ後で天板に置けるんですけど、ここに、アイアンのバーいくつかあるんで、手持ちのやつがここ天板にくっつけてタオルハンガーつけようかなってちょうど思ってたんですよ。そしたらなんかテコラボさんがくれまして、この何この高さ調整用のネジ穴にこっちか取り付けて、こんな感じです。いいですね、とてもいいです。で天板どうしようかなと思ったんですけど、前のキッチンでもすごい大量に使ったウッドプロさんの足場の小材を買ってあるので、それを乗っけるだけなんですけど、下3段は。
いや結構すごい量だね。でこのまま使ってもいいんですけど、ちょっとねブライワックスを追加で買ったので、ちょっとバラバラに色をねそれぞれ塗って、でバラバラに設置してみようかなと今のところ思っています。まあ、とりあえず設置してみよう。どんな感じか。そうそう、なんかさ切んなきゃいけないと思うんで、あの下の3段はねちょっととりあえず入れてみます。こんな感じでございます。で一番下はめっちゃちょうどいいんですけど、ここそうそう、わざと足りなく買っておいて、で足バイターが新品のやつが余ってるので、そうそう、これを切って入れようと思ってたんだ。で上はちょっと2センチぐらい余ってるんで、ここは切ります。なかなかいいね、素晴らしいです。とりあえず1枚ずつ塗ってみました。色薄い順にラスティックパイン、アンティークマホーガニー、ダークオーク、チューダーオークで、これが無塗装のやつです。どれもいいね。残りも塗っていきます。